はい、次は行商ですが、これも今回は、剣豪でちょっと固めの筆ですね、書きました。で単体気味に、字の大きさを揃えてありますが、せっかくですから、このお手本をもとにして、単体気味なんですが少し代書をつけて、書いてみたいと思いますね。強弱をはっきりつけましょう。筆が割れますね。割れたら直さないでこのまま割れたまま書きますね。ですね。